コンピュータのデータ転送は0と1の電気信号に置き換えられて、相手に届いたら人間の目に見える形に組み立て直されます。電気信号なので、途中何かの理由でノイズが入り、内容が変化したり一部が欠損したりする可能性があります。今日はもしデータが変化してしまった場合に誤りを検出できるチェックサムという方法を説明していきます。チェックサムを説明する前に、事前知識として歩数というものを説明します。歩数は足すと1桁増える最も小さな数のことになります。よくわからないと思うので、十進法の例で見ていきましょう。例えば9はプラス1すると10になり、1桁繰り上がります。この時9に対する歩数は1になります。98の場合は2プラスすると100になり、1桁繰り上がります。この時98に対する歩数は2になります。この十進法で表した足すと1桁上がる歩数のことを10の歩数と言います。では二進法の2の歩数を説明していきます。考え方は同じです。例えば二進法で表される1の場合、1をプラスすると10になり、1桁繰り上がります。ですので1に対する歩数は1となります。2桁で考えていきましょう。10の場合は10が歩数になります。検算していきましょう。1桁目は0プラス0で0、2桁目は1プラス1で、二進法では10となり、1桁繰り上がりました。11でも1桁繰り上がりますが、最小値としては10なので歩数は10になります。コンピューターの世界はあらかじめ桁数が決められていて、0を埋めすることが多いです。例えば8ビットの00101101の歩数を考えていきましょう。この時点でお手上げの方が多いと思いますが、2の歩数を簡単に求める方法があります。はじめに0と1を反転して、反転した値に1をプラスします。実際にやっていきましょう。0と1を反転させて1101、0010になります。それに1をプラスして1101、0011となり、これが歩数になります。本当に桁が上がるかを検算していきましょう。00101101プラス1101001を行います。1桁目は1プラス1で10になるので、1桁目は0となり、2桁目に繰り上がりの1を持っていきます。2桁目は持ってきた1と0と1を足して10になるので、0になり、繰り上がりの1を次の桁に持っていきます。あとは同じことを各桁で繰り返すと、先頭が1で、あとはすべて0になり、1桁繰り上がっていることがわかります。2の歩数は先頭1ビットをプラスかマイナスかの符号として使う場合もありますが、今回のチェックサムではその考えは使わないので、歩数を使った加減算はまた別動画で説明していきます。チェックサムはエラー検出のアルゴリズムや、そのエラーチェックの際に使用する値のことです。送信データを分割し、そのデータの和であるチェックサムの歩数をデータに追加して送信します。受け手は受け取ったデータの和、つまりチェックサムから歩数を求め、送られてきたデータに付与されているチェックサムの歩数と付き合わせ、一致していればデータに誤りがないことを確認できます。具体的な数値で試していきましょう。8ビットを1セットとして合計16ビットのデータがあります。このデータを加算します。この値をチェックサムと言います。そしてこのチェックサムの歩数を求めます。先ほど説明したように0と1を反転して1をプラスします。そのデータを相手に送信します。受け取った相手は同じように8ビット単位の合計を求め、その歩数を求めます。それが送られてきた歩数と一致するかをチェックします。仮にデータが何らかの影響で変化した場合は、送られてきたチェックサムの歩数と一致しないので、データに何らかの誤りがあることが検知できます。
応用編として文字列の送信として16進法で考えていきましょう。 HO という文字を送信するとします。文字コードは ASCII コードを使います。大文字の H は16進法の ASCII コードで48となります。小文字の O は16進法の ASCII コードで 6F となります。まずチェックサムを求めます。48プラス 6F の16進法の足し算をします。一桁目の8プラス F は10進法では8プラス15となり23となります。16進法は16を一つの繰り上がりの単位としますので、16進法表記にするためにすだれ算で16で割っていくと17となります。二桁目の4と6を足すと10進法基準では10ですが、16進法だと A になります。一桁目の7はそのまま下ろしてきて、二桁目は1プラス A は10進法で11となり、16進法では B となります。よってチェックサムは16進法では B7 となります。歩数を求めるために2進法にします。 B は10進法では11で、2進法変換のためにすだれ算を使うと1011となります。16進法の7は10進法でも7ですが、2進法変換のためすだれ算を使って2で割っていくと0111になります。求めた値の0と1をひっくり返します。0100100となります。それに1をプラスすると01001001となり、16進法表記にすると49となります。よって HO の送信データは16進法表記では 486F、 チェックサムの歩数は49となります。送信データが変化することもありますが、チェックサム自体も変化する可能性があります。どちらにしても送信されてきたチェックサムの歩数と不一致になるので、チェックサムの歩数も含め何らかの誤りがあることが検出できます。チェックサムと似たような言葉にチェックデジットという言葉があります。どちらもデータをチェックするための付帯情報という意味は同じです。チェックサムは送るデータを区切ってビット列をすべて足したものという決まりがありますが、チェックデジットは決まりがなく、データをチェックするために付与する数字や記号の意味で幅は広いです。例えば会員番号など下一桁以外のすべての桁を掛け合わせて、その一桁目をチェック用として付与するなど、システムを作る側でルールが決められます。データ送信に限らず、例えば会員番号を手入力した時など入力誤りのチェックをすることでも使われます。この違いも押さえておきましょう。今日は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。